羽生結弦、氷にキスした北京最後の舞、中国解説者も涙、どの言葉で賛美しても足りない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。北京五輪は20日、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、男子シングル4位となった羽生結弦、オナが登場。 演技中に氷を這うように滑るハイドロブレーディングでリンクに口づけするような仕草がネット上で話題になっていたが、地元の中国でも大きな反応が見られた。春、夜、恋を演じたエキシビションは中国国内でも高評価北京五輪は、20日フィギュアスケートのエキシビションが行われ男子シングル4位となった羽生結弦をなが登場。 演技中に氷を這うように滑るハイドロブレーディングでリンクに口づけするような仕草がネット上で話題になっていたが地元の中国でも大きな反応が見られた。春、夜、恋に乗せたプログラムの中盤で代名詞でもあるハイドロブレーディングを見せた、羽生。中国神、文愛宝は、羽生涙を浮かべて再び氷に感謝のキス、と特集した。 記事によると、羽生の演技に現地放送局 c c t v の解説者は涙を流し、テレビの前の多くの皆さんも涙を流されたのではないでしょうか。私も泣きました。どんな言葉で彼を形容しても、賛美しても、足りないのではないでしょうか。一つ一つの音符は少しの隙もなく連なり、その動きと見事に溶け合って、彼の気持ちを伝えていました。 と語ったという。また、中国紙、聖露万宝は、検索ランキングトップに、エキシビションにコメディアンが大集合、羽生結弦は再び氷に感謝のキス、と報道。羽生のネット上の人気ぶりを伝えた。羽生結弦の春、よ、恋美しいというフレーズは中国版。 ツイッター日、広し、ウェイボー検索数がこの日1位の781万1269だったという。エキシビションについて、最も期待されたのは日本の羽生春が、恋が始まると一変に春の美しい雰囲気がもたらされその美しさに皆心を奪われた氷にキスをするその瞬間見ている者は思わず涙ぐんだと伝えた。ザ・アンサー編集部。 羽入結弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック二連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。